レースもタイムアタックもノリに乗っている青木孝之による中京圏のサーキット攻略ガイド第2弾。今回は世界有数のテクニカルコース、鈴鹿サーキット。レーシングドライバーの青木孝之です。こんにちは。個人的な鈴鹿サーキットへの思い入れみたいなのも僕はあってですね、実は僕生まれが滋賀県なんで、隣の県なんですね、鈴鹿サーキットは。なので僕がレースを初めて、ちゃんとやったっていうか、それまで峠走ってたん でそこでレースを初めてやっていろいろ勉強していったんで、いろいろ思い入れはあります。で、当時から結構コースレイアウトなんかもね、今とは結構違うので、今の鈴鹿サーキットですねの攻略の方法っていうのをちょっと今からこう資料を元に説明していきたいと思います。まず1コーナーからと言いたいところなんですけど、まず皆さん出ていったら最初コースインから始まるんで、そこの注意事項があります。で、鈴鹿サーキットに、どこのサーキットにも今、大きなサーキット全部あるんですけど、ホワイトラインピットロードからね、ずっと、ピット出て側から左側にずっとこうラインが引いてあるんです、白線が。で、そのホワイトラインを、踏んだりまたいだりしないように気をつけましょう。あと合流するときにやっぱり、タイムアタックしよう、前が空いてるんでタイムアタックしようっていう人たちがこうコース上にいる場合は、コースインする車両ね、自分がコースインするときは、後ろの人たちの邪魔をしないように、コース上の車が行ってから、邪魔をしないように1コーナーを入っていきましょう。タイミング合わなければ一回手前の方で止まってもいいぐらいだと思います。僕らでも止まって行かせてから行くことよくあると思うん でそれぐらい後ろの車に配慮してコースインの方よろしくお願いします。で、鈴鹿サーキットで教えてるのは2コーナー立ち上がるまではインベタね、右側をベタッと張り付いて走るようにしましょうと、ということで、ストレートですね、通過してからの攻略法を行ってみたいと思います。で、表のストレートは結構下り坂です。下ってて、ストレートの距離の割には車速が出ます。で、最高速でいうとだいたい鈴鹿バックストレートもあって表のストレートもあるんですけど、似たような最高速が出ますね。車種によっては表のストレートの方が出る場合もあります。だいたい裏で出るんですけど、そんなに変わらないぐらい出る。だから、同じぐらいの最高速が出るストレートが2本あると、思ってもらっていいんじゃないかなと思います。で、その最高速から入っていくんですけど、1コーナーこれすごく実は難しいです。で、鈴鹿の 130R は難しいっていうので、高速コーナーでね難しいって有名ですけど、僕は同じぐらい1コーナー難しいなと思います。っていうのは1コーナーはですね、その同じぐらいの最高速の車速から減速しながらコーナリングして車を止めていかなきゃいけないので、旋回ブレーキが必要な場所になります。なので、ここの速度コントロールっていうのが結構タイムに影響します。で、車によっても走らせ方が、変わります。ここはね、で、ライトウェイト、今回乗った車ですね、だいたい2リッター以下の車だと、最高速もそんなに出ないし、コーナリングスピードも結構速いということで、そういう車の場合は1コーナーはどっちかというと通過して2コーナーまでに車を止めるっていうイメージで走らせます。なんで、ここ1、2コーナーは複合コーナーなんですけど、もう1コーナーからブレーキを優しく弱く踏んで1コーナー通過して、そのままブレーキしたまま2コーナーの手前、ここですね、一番ボトム速度が落ちる場所、ここへ向かってブレーキングしていくような走らせ方になりますね。その方が早いです。で、どうしてもやっぱり1コーナー来ると怖いんで、1コーナーの手前でブレーキングして終わっちゃうパターンがありますね。終わって1回コーナリングして、やっぱり余っちゃったからもう1回加速しますっていう走らせ方ってなるんですけど、軽い車はそういうことをする必要がないんで、ここへ向かって止める、要はハイスピードで飛び込んでいく。なんでこういう車で走った方が 1,2 コーナーなんか気持ちいいですね。逆にハイパワーな車ですねは、ここの速度がやっぱり出ますね。ストレートスピードが結構出るので、1コーナーなんかは普通にもうコーナーになっちゃいます、その場合は。なのでさっき言った止めて曲げてもう一回ちょっと加速して止めるっていう走らせ方に、
変わってきますね。一概にこれが正解ですよというの答えはないんで、自分の車に合った走らせ方、自分に合った走らせ方というのを研究してみてください。その後2コーナーから立ち上がって、ここはもうコース幅を結構いっぱいに使いたいとこです。外側に隕石あるんですけど、そこギリギリまで行くんですけど、ここ結構外側の事故ポイントの一つで、頑張って立ち上がっていくんですけど、隕石を落っことしちゃった場合ですね、イン側に対してエスケープがほとんどない上に、ここ芝生なんで、ここだいたい外側に脱輪した場合っていうのは、いわゆるまあイン巻きっていう現象で内側に巻いてっちゃうんですね。その時に、ここのエスケープがないもんで、外側に脱輪した時にほぼ、いい確率でここの内側にクラッシュします。でスピード出てないようで結構出てます。もう3速全開のコーナーなんで、ここでのクラッシュっていうのは結構リスクが高いんで、外側の遠赤、まあ行けばそこちょっとはタイムアップつながるんですけど、あんまり行き過ぎない方がいいのかなって。もし脱輪しちゃった場合は、無理にコースに残ろうとしないで外側に逃がす、まあ今時のサーキットみんなそうですね、そういうあのイン巻きを防止するために外側に車を逃がして、まあ脱輪しちゃいますけど、もうその種は、タイムは諦めるっていう、形を取った方が、あんまり頑張りすぎると内側に使っちゃいますので気をつけましょう。S 字の1個目と言われるポイントですね、ここ、まあ今86で見ても分かるように、ギアが微妙に合わないですね。3速のままでいくとリミッターが当たっちゃうっていう車が結構あります。あの3速リミッターのまま入っていける車はなんか結構気持ちいいんですけど、パパパって言いながらこうそのまま入っていけるっていうのは気持ちいいんですけど、まあ、合わないことが多々あります、ね、S 字の1個目の進入で、デグナーの入り口、ここまでのタイムが決まりますと言われてるぐらい、ここの一つ目のリズムが大切です。今回の車載でいくと、 S 字の中を4速でいくと結構回転がドロップしちゃうので、こういう NA の車なんかだと特に、パワーがなくなってしまうので、このちょっとだけ4速で、ここで3速に一回戻る、シュートダウンしてまた S 字の中を抜けるようにしますね。S 字のリズムの取り方なんですけど、でよくやるのがこうずっと振り返しなんで、こう荷重移動を使って右左右左って振り返しを使う人がいると思うんですけど、よっぽどアンダーステアな車とかなんか特殊な場合を除いて振り返しは使わない方が僕は早いと思ってます。要はジュワジュワジュワっていう荷重を残しすぎないで、ようにこう次のコーナー次のコーナーにつなげていった方が安全だし早い。逆バンク、と言われるところですね。逆バンクは実際は逆にバンクがついてるわけではないんですね、実はね、逆バンクのように見えるだけで、そんなにその意識しないでもいいんじゃないかなと思います。ダンロップカーブからここずっと上がっていくところですね。ここ結構速度がずっと乗る場所なので、まあ、短いストレートっていう考え方でいうと、ここの脱出の速度は結構重要です。ただここ先が見えないんですよ。
ここからアクセル踏んでいくポイントから座室の外の縁石、インサイドの縁石っていうのはほぼ見えない車が多いと思うんで、その見えないとこからアクセル全開にしていかなきゃいけないっていうのはちょっとこう難易度が高いのかなと思います。でそれはもう何回も走ることによって、あ、ここから踏んでって大丈夫だなっていう場所を覚えるしかないです。でここもやっぱり無理しすぎると、車速度が乗ってますね。ここはもう4速全開のコーナーなんで結構車速が乗ってますから、コースアウトすると結構リスクが高いんで、まあ、徐々に攻めていきましょう。あと雨の日なんかはここ結構川が流れたりするんで、要注意です。デグナカーブ、これは何だっけな、デグナーさんが転んだからデグナカーブってついたのかな、確かな二輪のライダーでめったにこけない人が転んじゃった、こう場所で、だからなんかその人の名前がついたらしいんですけどね、はい、そうデグナカーブで1個目2個目あります。で1個目のリズムの取り方が難しいです。かなり高い車速から1個目パーンって車を放り込んでいきます。ただコース幅があんまりないんで多くの車が外にはみだ、飛び出したりとか、あとイン側の縁石がね、ここ縁石カットしたいんですけど、イン側の縁石は結構急激こうもっこり型なんで乗っけちゃうと車が大きくバウンドして外まで飛ばされちゃったりするんで、かすめる程度はいいんですけど、あんまりここイン側乗らないように気をつけた方がいいですね。ここのポイントとしてはやっぱり車速が高くて、道幅が狭いくてちょっとこう怖いななるところなんかなんで、目線を視線どうしてもね手前のここ見ちゃうんですよ。インガーは見やすい場所でいうと入り口の手前の縁石を見ちゃうんですけど、そこじゃなくて自分が行かなきゃいけないもうちょっと先に視線をやるっていうことをすると、意外と、楽にっていうか、スムーズに走らせられるんじゃないかなと思います。デグナー2個目、ここも2速か3速か迷うコーナーです。で、どっちかなって迷った時は3でいきましょう。まあ、とりあえず両方行ってみてうーんって思った時はまあ大体3で行った方が早いですね。ここは、デグナーカーブの先の縁石も結構がっつり乗れます。ここ、縁石いっぱい乗れるんで僕は結構縁石を使う派です。ただここも結構通過クラッシュポイントです。はみ出してイン巻きすると内側がエスケープがない状態でしかもコンクリートなんで、当たると車はぐっちゃりいきます。なのでここ気をつけてください。110R と言われるコーナーですね。ここは、まあ、全開で行って、まあ、86とかこの辺のクラスのコーナーが速い車だと思う。ここをほぼ過ぎてからブレーキングできます。で逆にその Z とかね、ぐらい以上の車になるとちょうど縁石の上かかるかかってるとこぐらいからブレーキングをしますね。で危ないのが縁石にかけた状態からブレーキングをするのでこう ABS の誤作動が発生しやすいポイントです。で過去何人もこの餌食に合ってるドライバーを僕は知ってます。僕は、まあ、まだ習ったことないんですけどここで ABS の誤作動をさせてヘアピンカーブでそのまま刺さるみたいなね、いう事故を多々見てますんで、まあ、ABS の誤作動がよく起きますよって言われてる車に乗ってるあなたは、縁石の上でブレーキングするときは本当に気をつけるようにしましょう。まあ、できれば乗らない方がいいですねブレーキングときはね、はい、そうしましょう。ヘアピンカーブ、ヘアピンカーブはもうほとんど車2速です。2速で回るコーナーですね。
で立ち上がり、まあ、僕ちょっと立ち上がり失敗して振られてますけど、あえて振られちゃうと結構失速しちゃうので、あれは失敗です。真似しないようにいきましょう。このあと200はある、250ある、まあ一般的にはまっちゃんコーナーって呼んでるんですけど、200ある、250ある続きます。ほんでここは、まあ、普通ほとんどの車は全開です。全部全開なのでストレートと同じですね。コーナリングしながら下って上ってって、ここから上りが入るんですけど、行くんで、なるべくこうハンドルにこうどうかな、こうソーイングじゃないんですけど、ギュッてやるとタイヤの抵抗で車速を殺されちゃうので、なるべくこう抵抗感のないようにスルスルっと走らせる走らせ方の方がいいですね。スプーンカーブ、はい、スプーンカーブ、スプーンの形に似てるからスプーンカーブという名がついたコーナーですけど、ここは1個目と2個目の R が違う複合コーナーで、まあ複合コーナーだけど1回ここまっすぐなるんで、まあ1個ずつのコーナーって考えてもいいんじゃないかなと思います。で、気をつけるのは、まあ、1個目に対しては結構車速が乗ってるので、まあ、スピードレンジが高いから気をつけましょうということと、まあ、あとでもここスピードレンジ高くても飛び出しても、外全部アスファルトなんでうまく逃がしてあげれば特にクラッシュのリスクがない場所だと思います。で、2個目が難しいのは、落ちながらブレーキングして結構、強くブレーキングするんですけど、下りながらブレーキングしてコーナーリングして、なおかつ前も先も見えないと、ここももう 何回も走ってね、自分のリズムを作るしかないですね。突っ込みすぎると大体の車はオーバーステアになるんで、スピンしやすいです。なので、ただ突っ込まないとタイムも出ないんで、そこの兼ね合いですね。で、ここはバックストレートにつながる、長い直線につながるコーナーなんで、立ち上がりが結構重要ですね。ストレートは、まあ、まあここは普通に全開です、はい、で 130R 来ました、鈴鹿名物 130R。 ここさ、数年前にね形状が変わってちょっとなだらかになったんですけど、ここは本当車によって全然違います。F はなんかここ全開で行っちゃうんですけどね、アクセル全開のまま300キロで、当然普通の車は行けません、はい、なので、減速するんですけど、まあ、大体メーター看板がついてるんで、メーター看板を見て、ブレーキングしてコーナリングしていくんですけど、まあここはね練習方法って言ってもやっぱりある程度のリスクを犯さないと早く走れない場所なので、リスクと引き換えなんですよね。で、 130R も外に飛び出る分は今かなり安全になったんで、ここは全部アスファルトなんで、何かちょっと頑張って、ああちょっと止まりきれないって思ったらもう我慢しないでコースの外に出た方がいいです。残ろうと思って頑張って脱輪すると大体の場合がイン巻きですね。内側に巻いて内側にやっぱりクラッシュしちゃうんで、これはもう大クラッシュになっちゃいます。なので、もうあやばいと思ったらもう外側に逃がして、でここで減速してゆっくりコースに戻りましょう。それがまあ安全な、トライの仕方だと思います。
で 130R なんかも雨の日遠赤ワープ絶対乗っちゃダメですよ。もちろんすごい滑るんでね、ドライだったら乗ってもいいんですけど、ドライでもアウト側の遠赤やっぱりちょっと滑るんで僕らはあまり乗せません。試験員なんですけど、日立オートモディブシステムズ試験員だそうです。ちょっと前名前が変わってアナウン実況アナウンサー中瀬のコーナーになりました。はい、ここのコーナーもブレーキングポイントがちょっと分かりづらいです。見えそうで見えないんですよ、ここの場所がブレーキングする時なので、僕はここの上にブレッジがあるんで、そのブレッジをだいたいこう目安にしてブレーキングをするようにしてます。あのブリッジの下に影があってそこからブレーキングするんだよねって言われたことがあるんですけど、それ朝午前中と午後でだいぶ変わるよね場所って話を一回したことがあって笑い話ですけど、でも本当にそれやらないようにね、ブリッジを固定部動かないものを目印にしましょう。で、はい、で試験員ですね。試験員は遠赤2つあります。で結構乗せる人乗せない人います。でほとんどの車は1個目はがっつり乗せても大丈夫です。で、まあ、イン側にポールが立ってるんでポール倒さないレベルでがっつり乗せます。まあ、4輪はみ出さないようにして、で2個目の遠赤に対してはこれ本当乗せる人と乗せない人があるし車によっても違うんでそれはちょっと乗ってみてなんですけど、まあ、僕基本的には2個目の遠赤は乗せないように立ち上がります。で最終コーナーはまあ普通に全開でほとんどの車は行けます。ただやっぱり1000馬力級の車になるとここ全開で行けなくなってくるんで、ちょっと工夫が必要になってくるんですけど、まあそれは多分乗ってる人は少数だと思うんで省略します。はい、あとは、裏技的なことを一つ最後に、コントロールラインチェッカー受けるラインここにあるんですけど、タイムアタックしてる時なんかは結構みんなイン側でゴールするんですよ、外まで行かない。なんでかというとこう外まで孕むとこの縦の距離ですねをちょっと走んなきゃいけないくなるので、インベタでゴールした方がちょっとコースを近回りするんで、アタックするシューとゴールするシューでこの走る場所が変わってるのを見かけたことがもしかしたらあるかもしれないんですけど、それはそのためです。うまくいけば100分の何秒か速いとかそういうレベルですけど、若干変わります。以上が鈴鹿サーキットのコース攻略でした。では青木選手によるフルラップ映像だ。車は86後期でパッドとコンピューター以外はタイヤを含めて全てノーマル。